さつまいもタルトを作ります。さつまいも 150g、 耐熱皿に入れラップをし、 500W のレンジで4分加熱します。加熱したさつまいも、無塩バター 15g、 生クリーム 20cc、 砂糖 15g、 バニラエッセンス少々、15回ほどブンブン引っ張ります。側面につく場合はヘラ等で落としてください。市販のタルトカップに入れ、卵液を塗ります。オーブントースターで5分ほど焼いたら完成です。